ルイス・フライ・リチャードソンルイス・フライ・リチャードソンは、イギリスの数学者、気象学者、心理学者。数値解析による、天気予報と並列計算の予言となった、リチャードソンの夢や、マンデルブロによって引用され、フラクタル研究の講師と、される、海岸線や、国境線の長さの調査で知られる。リチャードソンは、百八十一年十月十一日に、イギリスの入滑するアポンタインで、 デイビッド・リチャードソンとキャサリン・フライの7人の子供の一人として生まれた。一家は経験なくエーカーで、そのことが彼にも大きく影響することになる。彼は1894年にブルザム・スクールに入学した。1898年にはダーラム・カレッジ・オブ・サイエンスに入学して、数学、物理学、科学、動物学と植物学を学んだ。1903年、彼は、 ケンブリッジ大学のキングスカレッジを卒業した。1905年からアベリスト・ウィス大学の教職、1912年からマンチェスター工科大学の教職など、いくつかの職を転々とした後、1913年にイギリス気象局のエスコーデール・ミューア速攻所の所長となった。クエーカーとしての信念により、リチャードソンは平和主義者でもあった。彼は、 良心的兵器拒否者として第一次世界大戦への従軍を拒否し、1916年から1919 19年までフランス軍の不評部隊で看護兵として遊軍救急任務に就いた。戦後彼は気象局に復職したが、その職場が1920年にイギリス空軍省に吸収されたので辞職した。1926年王立協会フェロー選出。 リチャードソンは気象学に興味を持ち、微分方程式を理算化して数値的に解くことによる天気予報、すなわち現在使われている数値予報の原理を思いつき、実際にその計算を行った。対戦中に集めたデータを用いたが、当時の計算技術の制限のためにわずか6時間の予報に2ヶ月かかり、しかも数値の処理に問題があったため予報は、 失敗に終わった。1922年に彼は著書の中で6万4000人の計算者を巨大なホールに集めて指揮者のもとで整然と計算を行えば実際の天候の変化と同じくらいの速さで予報が行えると見積もった。リチャードソンの夢と呼ばれるこの構想はコンピュータにより1970年代に実用化され、またその後の並列 HPC 技術と その応用を見事に予言したものと現代では評価されている。リチャードソンは1913年にスコットランドの片田舎にあるイギリス気象局の知事機と気象の観測所であるエスクレールミワ観測所の所長となった。この静かな恵まれた環境で彼は気象予測のための方程式を差分法を使って大勢の計算者で手分けして計算する予報工場を思いついた。 彼はこの工場について高い演談に腰掛けた指揮者がオーケストラの演奏会のように指揮して巨大なホールに収容された計算者に気象予測の計算を同期して行わせる状況を想像した。彼はこの構想を進めるにあたって気象予報の実現方法は異なるが同じように物理方程式を用いた気象予報を研究していたビルヘルム・ビア・アクネスの本を 参考にした。第一次世界大戦が本格化すると、リチャードソンは強い平和主義者であったがゆえに、戦場の体験を求めた。彼は1916年にわざわざ所長の職を辞して、救急支援隊に志願して、砲弾が飛び交うフランスの戦場で救急車を運転して負傷者を運んだ。彼はこの環境の中で、 気象予測のための方程式を差分法を使って、格子状に分割したヨーロッパを対象にして一人で気象の数値計算を行った。計算の初期値には、ライプチヒ大学地球物理学研究所が発行した国際高層気象観測日の観測データを用いた。彼は1910年5月20日午前4時から6時間後の大気変数の時間変化を6週間かかって計算した。 彼の計算式は原理的には正しいはずだったが、計算で出た気圧変化は145ヘクトパスカルという値という非現実的な値となった。彼はこの結果を1922年に数値手法による気象予報という本にして出版した。リチャードソンは1919 19年にイギリスに帰国した後、気象局のベンソン気象台で気象学の研究を行った。 しかし、1920年に、イギリス気象局が空軍省の参加に入ると、クエーカー教徒で平和主義者だった、彼は、毒ガスなどへの軍事利用を避けるために、やりかけの気象研究をすべて廃棄した上で気象局を去った。彼は、ウェストミンスタートレーニングカレッジで教鞭を取り、後には、ベーズリーテクニカルカレッジの校長となった。 リチャードソンが予測した気圧変化が大きく外れた原因は次のように考えられている。リチャードソンは自身の失敗を本にして出版した。第二次世界大戦後にフォンノイマンが中心となって電子コンピュータを用いた数値予報が研究され始めると多くの気象学者がリチャードソンが失敗した原因について研究した。1940年代後半に それを回避する方策が検討され、実際の数値予報の研究に生かされた。オペレーショナルという観点で、リチャードソンの予報工場の考えが実現したのは、スウェーデンの気象学者、カールグスタフロスビーが率いるストックホルム大学の国際気象研究所が協力して、スウェーデン王国空軍気象サービスが1954年12月から開始した現業気象予報である。 またリチャードソンは乱気流に関する実験も言った。乱流に関する無次元量のリチャードソン数は彼の名前にちなんでいる。リチャードソンはまた気象と同じように国際紛争を数学的に定式化して分析しようと試みた。彼は軍備の増大する割合は相手国の軍備と相手国に対する不信に比例し、すでに自国が持っている軍備に、 反比例するという理想化された二国間の軍備に関する微分方程式を立てた。これから、ある二国間関係が安定か不安定かという結論が得られる。さらに、リチャードソンは戦争の原因に関する統計的な分析も言った。彼が考慮した要素には、経済、言語及び宗教が含まれていた。戦争の原因を調査しているとき、 リチャードソンは接した2カ国の国境線の長さが大きく食い違うことに気づいた。例えば、スペインとポルトガルの国境線の長さを、スペインは9 8 7キロメートルと発表していたのに対しポルトガルは1 2 1 4トルと発表していた。また、オランダとベルギーの国境線の長さは、それぞれ3 8 0トルと4 4 9キロメートルと、 発表されていた。彼は測定される単位が測定結果にどのような影響を与えるかを統計的に推測した。これはある有限な値に収束するかと思われたが、結果、測定が細かくなればなるほど長さは無限に長くなるだろうと見込まれた。リチャードソンの結果はすなわち、地形はユークリッド幾化学的な振る舞いをしないということを示していた。 しかし彼の調査は学会からは無視された。これは1967年のマンデルブロの論文、イギリスの海岸線の長さはどのくらいかに引用された。それによりフラクタルの先駆的な研究の一つとみなされるようになった。リチャードソンは1953年9月30日にスコットランドアーガイルのキルムーンで死去した。去年71。 1997年からヨーロッパ地球物理学会はリチャードソンの業績を記念してルイスフライリチャードソンメダルを授与している。ありがとうございます。